サンジャンシュールリシュリューは、カナダのケベック州のモンテレジー地域にあるリシュリュー川の両岸に開けた都市、モントリオールからおよそ南に 40km に一致している。人口は2016年時点で92,394人と、ケベック州の中では11番目に多い。モントリオール大都市圏には属していない。シャンブリウンが19世紀には交通の要所として、 発展し1836年に最初の鉄道路線が開通。2001年に、セインとジーンシュール、リシュリュー、セインとリュック、アイバービル、セインとアターノズ、エル・アカディの5つの自治体が合併し、現在のサンジャンシュールリシュリューが成立した。市内には、総延長 20km のシャンブリ運河があり、冬季はスケートリンクとなる。 毎年フェスティバルインターナショナルでモンゲルフィエルという気球フェスティバルが開かれる。2016年センサスによる人口は92,394人。母語のあり合いはフランス語が93.08%と大半を占め、英語は2.43%、その他の言語が2.08%となっている。 住民のほとんどが白人となっているが、先住民も4.3%を占めている。鉄道交通の要所であったが、市内のサンジャンイコールディベルビル駅は1976年に廃止され、カナダ国定史跡に指定されている。モントリオールまで近郊列車の運行計画がある。ありがとうございます。